次は墓山古墳行ってみましょうかね。石碑見たいんやけどね、見れるかね。あ、これ間違ったやな。これまっすぐや。宮塚古墳でございます。はい、これ上がりましょう。楠の龍神様、大きい、すごいな、この根がここまで来てね。いろいろ祀ってあるけど、はい、失礼します。で、横脇をね、天満神社、はい、失礼します。はい、で、横へ行きましょうか。最初に来た時はね、スマホのナビが扱い方わからんと、車のナビでだいたい見当付けて歩いて、まあよくこの周りうろうろしましたね。行き着けへんねんもんな。車で何メーターか出てるけど、約何メーターで、今スマホでやっとるけどね。スマホもね、大変苦労してます。5、6遍に1遍ぐらいはね、なかなか大変です。初めて行くとこはもうスマホのナビに頼って行ったらね、100% 信用はならんからね。今月だけでも2回ぐらい行きつけんかったかね。春日の宮皇后陵やったかな、春日の宮妃陵やったか、行きつかなかったね。一歩間違ったし、道が上に鳥海公園かなんかあるんだけど、そっちから刺すから、そこに上がってそこからでトライしてもね、池なんでまた下下っていうてね、大変だったんやけど、ねどこやったかな、前方公園群のはずやけど、ここね、こうやったかな、これね、山の上にね、前方公園群がありましてね。あ、こら。こんな暗いのかね。前回雨の日来たな。記憶残っとんねんけど。ここはどうやったかな、見れなかったかな、中入れなかったかな。なんか見たような気すんねんけど。あ、電気がついたんか。前方公園墳で全長が41メーターね、直径高さが7メーターで、石碑を見れるんよね。石棺もあるのかね。石棺は見えないのかね。はい、ちょっと戻ってみましょう。これ開いてますね。あ、開いてないか。え、開いてない。あ、鍵かかってるか。うわー、大きな石棺や。ああ、入れないか。これ入れないな。電気ついてるからね。石棺の長さとかわからんな、これじゃな。高さもわからんな。これなかなかいい組み方してんね。釜製石もほとんど見当たらないんだな、奥。おお。この石棺。これどういうことやろうな。開けたんかな。上かかせてたのね。上が見えたんか、見えないか。いやー、大きいね。ちょっとこれ入らせてくれたらよくないよね。外から見たらね、こんなんで。かなり大きいんですよ。これ後円部でずっとこっちがね、前方部でね、随分高さ低いけどね、前方がね。
なかなかいい形してる。はい、ありがとうございました。一応宮塚古墳でございました。